では今日も聖書勉強会始めたいと思います。ヨハネの福音書第32回目、お祈りから始めていきます。お祈りいたします。愛する天皇父様、今日のこの夜も感謝いたします。今からあなたの御言葉を学び、あなたの御心をさらに知りたいと願っております。どうぞ主よ、お語りくださいますように、語られる御言葉が、私たちのまた明日からの生きる力と変えられる祝福の時間となれるように導いてください。何よりもっとあなたと近くなる時間であるように祝福してください。すべてを御手に委ね感謝してイエス様のお名前でお祈り申し上げます。アメン。はい、じゃあ今日は神の子であるイエス様のメッセージと宣教11番、カリオの祭りに現れたイエス様で、ヨハネの7章の1節から53節を今学んでいる最中であります。でまず前回の復習ということで、前回確認をしたことでありますけども、イエス様がカリオの祭りのためにエルサレムに登っていかエルサレムには登っていかないという、まあ、そういう選択をされたということでありました。でそれはこのユダヤ人たちがイエス様を殺そうとしていたからである。で本来カリオの祭りの時には多くのユダヤ人たちが地方に住んでいる人々も含めてこの神殿のあるところまで登っていかれる、エルサレムまで登っていかれるということでしたね。でこのイエス様の兄弟たちもイエス様に対してあなたの働きを公に表すことのできる絶好の機会である、まあ、そのようなおすすめをしてエルサレムに登っていった方がいいのではないかということでしたね。まあ、しかしイエス様は彼らの勧めのままに行動はせずにガリレアに残るという選択をしたわけです。兄弟たちの要求に対してイエス様が言われたことはまだ時ではないということでありました。まあ、時というのはこの十字架にかかる時ではないということですね。で確かに、まあ後にイエス様は十字架の上で処刑されることになります。エルサレムに登っていくということは、まあ、それが実行される可能性が高くなっていくということですね。まあ、なぜならばユダヤ人たちはもうこの時にはイエス様を捕らえて殺害するということを企んでいたからであります。しかし今はまだ時ではない。イエス様とはいつも神の時を基準に行動されるお方であるということですね。まあ、この世的に考えるならば兄弟たちの言う通りに人々がたくさん集まる祭りの中に入っていくことはイエス様の働きをもっと効果的にすることになるのかもしれません。しかしイエス様は神様の時ということを常に考えて行動されるお方。兄弟のたちの勧めに対してイエス様の答えはまだその時ではない。ところが、今日の聖書箇所を見れば、まあ、そうおっしゃっていたのにもかかわらずにイエス様は実は祭りへ登って行かれるということであったんですね。で今日はこのお話から始めていこうと思います。括弧2番、内密に登られたイエス様。ヨハネ7章10節をまず読んでみたいと思いますね。この1節だけをとりあえず読みましょう。7章10節。しかし兄弟たちが祭りに登った時、イエスご自身も公にではなく、いわば内密に登っていかれた。はい、ここを見ればですね、兄弟たちが祭りに登った後、イエス様も公にではなく内密に登っていかれた。まあ、これを見れば本当に先ほどイエス様が語っていたことと違う行動ではないかと考えることができる。口では行かないと言っときながら、まあ、結局は行っているではないかというところですね。まあ、内密にというふうに書かれてますけども、公ではないというふうに書かれてますけども、まあ、これはどういうことであるのか、この部分をまず今日は考えたいと思うのです。で実にこの部分の解釈は難しいです。いろいろ調べてみたんですけども、この部分に、まあ、この公開説教と歌っていながらこの部分を飛ばして解説しているという、まあ、そういうメッセージもいっぱいありました。ただスルーしてる、私もスルーしようかと思ったけどま
また解説がなされていても、まあ、それぞれ、あってですね、まあ、どれが正しいのかは、まあ、はっきり言ってわからない。まあ、例えばこういう説明がありました。公にではなく内密に登っていかれたということは、当時イエス様に対するいろいろな声があって、まあ、特にユダヤ人の指導者たちはイエス様に対する殺害する心を持っていたんですよね。ゆえにこの公に堂々と行くことを控えて、密かに誰にも知られずにこっそりに行く、こっそりと行く、まあ、それは祭りの中に混乱を与えないためであるということですね。しかしこの説明の次にですね、14節の内容を見ればですね、まあ、この14節からまた来週になるんですけども、こう書いてあるんですね。祭りの半ばに来た時にイエス様が宮に登って教えを始められた、祭りの中でその宮の中心で公に自分のこの神様のメッセージを語り始めるということですね。自分の姿を表すということですね。まあ、混乱を与えないために密かに登っていかれたという説明は、まあ、14節で見事にも崩れ去るということですよね。14節の内容とはまた辻褄が合わないということですね。じゃあそう言っている人々がじゃあ14節からの教えをについてどう考えるのかについての説明はなかったです。そのままただ14節からイエス様が語ったというところだけを語っています。これちょっと難しいですね、本当に。だからまあ混乱を与えないために密かに登って行かれたということは、まあそうらしくも思えるのでありますけども、どうなんだろう、真実ではないのかなとも思えるわけですね。でまた別の説明ではこうあったんですね。イエス様が兄弟たちにエルサレムに登ることを勧められたとき、兄弟たちが行った方がいいよと言われたときに、イエス様時ではないという理由でエルサレムに登らないと言われたんですね。でこの時ではないということは十字架の時であるというふうに言いました。ゆえにこの時にイエス様がエルサレムに実は登っていくんだけど、公にではなく内密に登られたということは、イエス様の最終的な使命である十字架のために登っていかれたのではないということですね。やがてイエス様十字架にかかるというこのイエス様における最終的な使命を果たすためにエルサレムに登っていくんですけど、この後にねもう一度エルサレムに登っていくということが起こるんです。しかし今はまだ時ではない、その十字架の時ではない。ゆえにここで、公にではなく、まあ、いわば十字架にかかるためではなく内密にという言葉が使われているということでありました。十字架のためではない。ではこの時何のために登っていかれたのかというと、14節からの御言葉を祭りに参加している人々に伝えるために登っていかれるということですね。神様のメッセージを祭りに参加している人々に伝えるためである。そのメッセージの内容はこの14節からの御言葉で、14節から語られていることに、で中で確認をすることになりますね。またもう一つの説明では、公にではなくと書かれてあるということが、兄弟たちが祭りに参加をするように、だから兄弟たちが彼らも祭りに参加するんですけど、彼らが参加をするように同じようにイエス様も参加するということではないということですね。まあ、当時つまりこの当時行われていた仮用の祭りというのは、まあ、カリイロの祭りという名前で行われていたわけですけど、本来神様の願うこの祭りの姿とは違ったものと、もうすでに変わっていた、もう世俗的なものになっていたということですね。その中心がもう神様ではなくなっていた。人々がたくさん集まるこの時を利用して、人々はさまざまな思惑を持ってこの集まりに参加していたということですね。で兄弟たちはそのような世俗的な価値観で祭りへ登っていくし、イエス様にもそういうふうに言っていたわけですね。世俗的な価値観で、そのような意味でイエス様に祭りに登っていくようにという勧めを実は兄弟たちも行っていた。いわばこれが当時の公の考え、当時の祭りに登っていく人々の公の考えであり、そのような考えとは区別してイエス様は祭りに登っていかれたということですね。
だから弟子たちが、あ、弟子たちじゃない、兄弟たちが登っていった方がいいよという この勧めに対して、私は行かないと言ったのは、彼らの考えている祭りに参加するんじゃないということですね。世俗的な祭りには行かないという。だから人々がこのカリオの祭りに参加するためにエルサレムに登っていかれる目的とは区別された目的でイエス様は祭りに登っていかれる。だからイエス様が兄弟たちの勧めに対して、私はエルサレムには登らないと言われた。あなた方の考えているようには行きませんということですね。世俗的な価値観で祭りには登っていきませんということですね。で、実際イエス様は祭りの中盤から神様の御心を語っていく、集まってきている人々の目を神様に向けさせるための働きを行っていくわけですね。実はこれが一番しっくりくるかなって私も考えましたね。で、ここで私たちが考えることです。私たちも目を覚ましていなければ、いつの間にか世俗的な価値観によって、教会が汚染されてしまう。この世の流れ、常識に教会が合わせることになってしまう。私たちのそれぞれの信仰生活がこの世の文化によって影響されてしまう。信仰で生きるのではなく、この世の流れに沿って生きる。御心を求めて生きるのではなく、この世の声を聞いて生きる。信仰で判断するのではなく、この世の基準で判断するということ。もちろん私たちはこの世を否定することではありません。この世を否定して山にこもって生きるということではありません。私たちはこれからもこの世で生きていくことです。命、この世での命が与えられる限りこの世で生きていきます。しかし私たちはこの世とは区別されたものとして生きることが求められている。当時の人々はカリオの祭り、もう世俗的なものの価値観の中で人々はさまざまな思惑を持ってこの、カリオの祭りに参加するということでありましたけども、イエス様はそうではない。しっかり境界線を引いて、そことは区別した思いの中で出ていくということですね。向かっていくということですね。ここで思い出す御言葉がローマの10章の2節ですね。12章の2節ですね。ローマの12章の2節。ローマの12章2節。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全である中をわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。はい。この世と調子を合わせることではない。この世と妥協して生きることではない。神様の御心が何かを求め、それに従って生きていく。そのために一心に自分を変えて行きなさいというメッセージ。人々がカリオニの祭りに集まる目的とは全く違う目的、本質的な目的を持って、神の国の価値観に沿った目的を持って、イエス様はこの祭りに登っていかれるということであります。はい、じゃあこの部分はこのぐらいにじゃあ括弧3番いきましょう。イエス様についての人々の意見、イエス様についての人々の意見、ヨハネ7章の11節から13節。
読みますね。ヨハネの7章11から13。ユダヤ人たちは祭りの時、あの方はどこにおられるのかと言ってイエスを探していた。そして群衆の間にはイエスについていろいろとひそひそ話がされていた。良い人だという言うものもあり、違う、群衆を惑わしているのだという者もいた。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は一人もいなかった。はい。括弧3番、イエス様についての人々の意見。まず11節を見れば、ユダヤ人たちがこの祭りの中でイエス様を探しているというふうに書かれてあるんですね。イエス様という存在は、まあ、ユダヤ人たちにとってもうすでに無視できない存在となっていたのですね。決してイエス様の評判、ユダヤ人たちの中で良いものではありません。で、このユダヤ人たちって書いてますけども、ユダヤ人たちっていうのは、このユダヤ人というのは、まあ、特に宗教指導者、上の立場にいる人々のことを指していますね。彼らにとってイエス様に対する評価は決して良いものではなかった。しかしイエス様というのは常にこのユダヤ人たちの中で注目される存在となっていたんですよね。カリオの祭りというこの祝いの時に、間違いなくイエス様もいるだろうと。で、願わくはこの機会にイエスを捕らえたいという、そういう思いもあっただろうと考えることができるんです。で、12節を見ればイエス様に対して人々がひそひそ話を行っていたというふうに書いてますね。人々の話題もイエス様であった。良い人だという意見もあれば、違う、群衆を惑わしているんだという、この2つの意見があった。このようにイエス様に対する意見というのは、まあ、このヨハネの福音書1章からずっと見てきても変わらない、この2つの意見にいつも分かれているということですね。で、ちなみにこの良い人だという、この良いという言葉には、神様とは良いお方だという、時に使う意味での良いという言葉であると言われていますね。つまりイエス様に対して、このお方は神から使わされたお方である良いお方、そう考えられていた救い主、メシア。深いその真理までには至っていなくても、なんとなくそういうお方ではないだろうかという評価は人々の中に間違いなくあったということですね。しかしその一方で、そうではないんだと、単なる群衆を惑わす、もう詐欺師だぐらいに考える人々もいたということでありますね。はい、ここから考えることは、まあ、イエス様が直接目の前に現れていても信じる人がいるし、否定をする人がいるということですね。イエス様が直接現れて、直接語られて、直接奇跡の技を行われても、それでも信じないという、そういう選択をする人々は一定数いるんだということです。見てもわからない、体験しても、それでも堅くなに拒否して受け入れられない。でもこれはもう本当にある意味仕方のないことなのかもしれません。なぜならば、目の前に立っているそのイエスを見るときに、そこにいる人々と全く同じような姿形をしている、そのお方が神から使わされたメシアであると信じることは本当に難しいことであると思います。そう信じることの方が実は難しいですよね。私たちが知っていることは、イエス・キリストを信じれば救われるということです。で、このヨハネの福音書の中には、この見ずに信じる者は幸いだよってイエス様は言われたことがあるんですね。見ずに信じる者は幸いだよって。
私たちはイエス様のことを直接見たことではありません。十字架の出来事からすでに2000年という時間が過ぎている。直接体験したことではない。イエス様のなされた技について聖書を通して知っているけども、直接見たことではない。しかし現在私たちはイエス様良いお方であるという信じているわけですね。このお方こそが神の独り子であり、私たちを神の裁きから救うことができる救い主であるとして信じることができている。で、これは実は本当に奇跡なんですよね。イエス様を信じて救われたという事実、これは当たり前のことではないんだ。私たちが考えてできることではないんだ。私たちの努力で達成できることではないんだ。私たちが現在イエス様を信じることができるこのことは本当に神様の一方的な恵みによることなんだよという、聖霊様の働きによることなんだよということ。じゃあどうして私たちにこのことが起こったのか、どうして私たちにこの神様の恵みは注がれたということなのか、どうして私たちなのか、それはわからない。しかし間違いのない事実は、私たちが神様の恵みを受けて今がある。日本人のクリスチャン人口は今も 0.3% であると言われています。驚くことにこの 0.3% というごくわずかなクリスチャンの中に私たちが含められているという事実は、本当にこれは驚くべきことですね。これこそまさにアメージンググレイスでありますよね。私たちにはすでにこのような驚くべき救い、奇跡、神様によって選ばれたということが起こっているんだということであります。私たちがスーパーに行ってどれが美味しいスイカかって選ぶ、そんなレベルとは違います。本当に私たちをこの神の怒りの裁きから救い出すものとして神様は私たちに恵みを注いでくれた。で、私たちは日々の歩みの中でもっとこの部分に焦点を当てて感謝して生きることが求められているんだと思うんです。目の前には様々な出来事が起こって心が囚われて生きてしまうということが起こる。しかしそうではなく、もっと私たちは神様のくださった恵みにフォーカスをして生きる必要があるのではないか、そう思わされるのであります。私たちはこれから救われる人ではなく、すでに救われた人、これから恵まれる人ではなく、すでに恵みを受けた人、これからも奇跡を体験するでしょう。しかし私がイエス様を信じるというこの世に受ける最大の奇跡というものは、私はすでに体験をした。そしてこれからも私たちの人生には神の恵みが日々新しく注がれるという、今までも恵みを持って私たちの人生を導かれた主が、これからもこれから先も私たちの人生を恵みで導いてくれるという、この確信を私たちは今日も持って生きることができるんだということですね。私たちは目の前に起こる出来事にとらわれて怒りとか不安とか否定的な思いにとらわれて生きる人ではありません。今までも注がれた神様の恵みに感謝して生きる人、そして今も今自分の目の前に転がっている神様の恵みを見つけて賛美して生きる人、そしてこれからも与え続けられるであろうこの恵みに期待を持って生きる人です。朝起きて今日も神様の恵み、神様に与えてくださる準備しておられる恵みに期待を持って生きるということですね。神様は良いお方です。イエス様は私たちにとっていつでも変わることなく良いお方なのです。この信仰が私たちにもうすでに与えられている、こういう人生が私たちにもうすでに与えられている、これこそ
奇跡なんだと言えるわけです。今日の聖書の13節を見れば、人々はイエス様について公然と語ることできなかったというんですね。まあ、なぜならばユダヤ人たちを恐れていたからだ。繰り返しますが、このユダヤ人というのは宗教的指導者、上にいる立場にいる人々のことを言っているわけですね。イエス様を殺害することをすでに決定していた人々です。それゆえに、まあ、民衆たちはですね、ユダヤ人たちの目を恐れて、その指導者たちの目を恐れて、イエス様について公然と語ることがもうできなくなっていた。イエス様について語るときに隠れなければならなかった。声を小さくしなければならなかった。現在私たちが本当に大きな声で両手を上げて、もう公にイエス・キリストを語ることができる、これは当たり前のことではないということですね。今も、今の時代もこの世界の中には、私たちと同じようにイエス・キリストを語るということが許されてない人々がいる。キリストを語れば迫害をされてしまう、キリストを信じれば捕らえられてしまう、最悪命まで奪われてしまうということが今この時代においても起こっているという現実があるわけですね。だからある国においては、地下に隠れて礼拝を静かに支えている。もう私たちなら我慢できないでしょうね、これね。ブワー賛美したい人はね、もう我慢できない。外に賛美の声が漏れないように、もう細心の注意を払って小さな声で賛美を歌う。私たちはレストランに行ってもイエス様の御名によって祈ることができるわけです。公園に行っても賛美の歌を響かせることができるんです。これは本当に特権なんです。恵みなんです。祝福なんです。感謝すべき内容なんです。だからといって彼らは祝福されていない人ではなくて、その中にも特別な神様の恵みがあるんです。はい、何を教えられるでしょう。私たちの人生には本当に感謝というものは様々なところに転がっているということです。しかし私たちは感謝な出来事よりも不安とか不満とかを見つけることの方が得意のようですね。私たちは思いを感謝に向けていくことが求められます。神様の恵みにもっとフォーカスを当てて生きることです。不満はあります。怒ることもあります。ストレスがたまることばかりです。だからこそ私たちは神様に思いを向ける時間というものを一日の中でしっかりと性別しなければなりません。それがなければ私たちは本当にこの世の思いに影響されて汚染されて、汚染されたその場所にはさらに汚い思いが集まってきて、やがて病気を発生させてしまうということです。罪の思いに、肉の思いに、この世の思いに汚染されないように掃除する時間をしっかりと持たなければなりません。御霊の思いに自分の心を入れ替える作業というものをしなきゃならないんです。一日が始まるときに窓を開けて家の中の空気の入れ替えをするように、私たちの心の中も賛美と祈りと御言葉の黙想によって入れ替えをしない、自分の中に動いているこの霊的な空気、入れ替えをしなきゃならない。イエス様は私たちにとって良いお方です。今日もそうです。今もそうです。明日もそうです。今より常しえまで変わることはありません。神の恵みは私たちにすでに与えられました。神の奇跡はすでに私たちに与えられました。そしてこの恵み、この祝福はこれからも続けて与えられていくものであります。私たちどうでしょうか。期待しているでしょうか。喜んでいるでしょうか。感謝の思いにとどまることができているでしょうか。感謝は
そこら中に私たちの人生転がっておるんです。それを一つ一つピックアップして感謝の思いに満たされて、今日も夜ゆっくり平安のうちに眠ることができる祝福が与えられるように、また明日も本当に感謝に満ち溢れて一日を過ごしていくことができるように心から願っているのであります。はい、今日の学びはここまでです。じゃあお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今日も与えてくださいますこの時間を感謝いたします。そうです、私たちの人生には本当にあなたの恵みが満ち溢れていることを覚えます。感謝な出来事は本当に石ころのように転がっていることを覚えます。どうぞ私たちが、生きている中で様々なことが起こりますけども、どうか感謝に思いを向けて、あなたの恵みにもっとフォーカスをして生きていくことができる祝福を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。全てをあなたの御手に委ねます。この世と、区別された生き方、性別された生き方、この世と妥協する生き方ではなく、神の御心を追い求め、これからも生きる我らであるようにどうぞ祝福してください。全てをあなたの御手に委ねます。この世の中がどういう方向に向かっていても、私たちはイエス様の流れに従えるように祝福してください。イエス様の皆で感謝してお祈りします。アメン。ハレルヤ、感謝いたします。じゃあ今日の学びは以上であります。また来週よろしくお願いいたします。感謝します。